今週のエルです。ついにこの日が来た。今日は笑っちゃうくらい美味しくて、それでいて栄養価の高いおやつを紹介するね。今日紹介するのはココナッツクラスターズ。ココナッツチップをベースに栄養価の高いスーパーシードって言われるひまわりの種、あとはチアシードなんかを固めた超美味しくて危険なおやつだよ。なんで危険かって、一度食べると止まらなくなっちゃうからね。さてさて、ベースになる材料はココナッツチップス、パンプキンシーズ、サンフラワーシーズ、チアシーズ、アガベネクター、and salt。急な発音の変化は気にしないでね。アガベシロップの代わりに玄米シロップやメープルシロップを使っても大丈夫だよ。動画内では全部オーガニックのものを使ってるよ。ココナッツチップは 100g、 サンフラワーシードとパンプキンシードはそれぞれ大さじ2、チアシードは大さじ1、シロップ大さじ 3.5、 ここに塩を一つまみ、これらをすべてしっかりと混ぜ合わせてね。おっと失礼、ひまわりの種じゃなくてサンフラワーシーズを入れ忘れてた。危ない危ない。全体にシロップが行き渡るまで混ざったら、一口サイズにまとめていくよ。これらを全部170度で予熱したオーブンで10分程度焼いていこう。ココナッツがこんがりするまで焼いていこうね。焼き加減はこれくらいがおすすめ。焦げやすいから注意してね。しっかりと冷まして固まってからお皿に移してね。美味しそうでしょ。材料に関してはオーガニック食材を取り扱っているお店か、一度にたくさん購入できるネットの通販サイトもおすすめだよ。ココナッツ以外の材料に関しては少し量を変えてみたり、違う種を使ってみたり、みんなも自分なりにアレンジしてね。食べてみたいって思ったら、この動画へのいいねとチャンネル登録は忘れずに。いつも見てくれてありがとう。今日はここまで。それじゃあまた次回の動画で。アビアント。